こんにちは、いにしえのネイリスト中山千恵子です。今回は前回の動画の続きです。まずネオン管のハート作ります。その次にネオン管のアイスその1、そして最後にネオン管アイスその2を作っていきます。それでは早速ハートから作っていきます。まずはネオンカラーのピンクを使ってハートを描いていきます。ハートが描き終わったら一度硬化をしていきます。次にアート用の絵の具みたいなジェルを使ってハイライトの部分描いていきます。ネオン管がピカッと光っている部分のちょっと白っぽく見えるところをイメージして描いています。まずはくっきりめに細い線で描いてみています。今描いた白い線はまだ硬化せずに、筆にもう一度ピンク色のジェルを取って線を少しぼかしていっています。線がぼかし終わったらライトで硬化をします。この後ぷっくりを作っていくので、まずは未硬化ジェルをなくすためにノンワイプトップジェルを塗ったら硬化します。少し粘度が高めのビルダージェルやスカルプ用のジェルなどを使って、今描いたこちらのハートの線の上をぷっくりなぞっていきます。少しずつね、描いて仮硬化を繰り返しながら重ねていきます。まあ、今回はトップジェルで作ったんですけど、ここクレイジェルの透明で作ってもよりネオン管っぽさ出て可愛いかなとも後から思ってみましたが、ちょっとね、作ってる時はこちらのトップジェルをひたすら持って行って作ってみています。ぷっくりが盛り終わってからもう一回ハイライト入れてみました。下にもね入れてみたんですけど、このぷっくりの上にもハイライトあった方がよりネオン管っぽいかなと思い、上からも白のライン入れてよりくっきり立体感を作ってみています。最後はぷっくり感を生かすためにノンワイプトップジェルを使って薄めにトップジェルを塗っていきます。なるべくこのクリアのぷっくりと土台の爪の部分の段差のとこにはジェルたまらないように、いつもよりも筆圧を強めにして塗っています。こんな感じでハートのネオン管完成です。あとはネオン管のアイスクリーム2つ作っていきます。この後もご覧いただけたら嬉しいです。
まず一つ目のアイスは棒のバータイプのアイスを作ってみました。もう一つ、今度はコーンのアイスクリーム作っていきます。こんな感じでネオン缶のアイスクリームその2、コーンも完成です。10本の完成図はこちらです。いや、フルーツとネオン缶結構相性良かったです。オーダーいただいてとても素敵なネイルが仕上がりました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。そろそろ岸さんの YouTube ライブ週末に予定してますので、ぜひまた見に来てくださいね。それではまたね。